こんにちは、リアル D のリオです。今日も動画を見ていただきありがとうございます。今日の動画はですね、僕のお気に入りのものを一つ紹介したいと思っております。それでは行ってみましょう。はい、ということで今日紹介したいものっていうのがピアスになります。まあ、なぜ紹介しようかなと思ったのが、もう単純にかっこいいなと思ったのと、知ってる方もおられると思うんですが、改めて魅力を皆さんにお伝えしたいなと思ったので、この動画を作ることにしました。じゃあ今回もその紹介するものがですね、こちらです。キャリアリングというブランドのピアスになっております。こちらはですね、701というシリーズになってまして、番号によって大きさが変わってくる種類になってます。こちら701のシルバー、税込みで 58,300円と今オンラインサイトで出ております。こちらのブランドなんですけど、松田翔太さんがアートディレクターを務めるブランドとして2016年に設立されたそうです。で、まあ、特徴としてはやっぱりかなり大きいです。レディースとかだと大きいものいっぱいあると思うんですけど、まあ、メンズだとなかなかこんなに大きいものっていうのは珍しいかなと思うんですけど、一応これですね。カラーが黒、シルバー、ゴールドの3つとなっております。素材なんですけど、まあ、シルバー925というものを使われてまして、映像でも見てわかると思うんですが、シルバーなんですけどちょっと黒ずんできてしまってるんですね。もともとピアス選ぶにあたって懸念があったんですけど、シルバーよりメッキが剥がれてしまったり錆びちゃったりするものが今までにあったんですよ。なのでこのピアスも大丈夫かなって心配はあったんですけど、925っていうのは、まあ、日常生活で使用する上で、まあ、錆びたりすることは滅多にないですよと。硫化して黒くなってしまうっていうことはあるみたいで、多分これは錆びてるのではなく硫化して黒くはなってきてるんですが、その色が黒くなってくるっていうのもすごくいい味が出てきてかっこいいなと個人的には気に入っております。925をより詳しくお伝えしたいんですけど、一般的にシルバーって呼ばれるアクセサリー類に使われている素材のことですよっていうことなんですけど、925という数字は銀の含有率、いわゆる純度のことで、 92.5% のシルバーが含まれてますよと。じゃあ残りの 7.5% は何なんですかってなってくると、銅だったり金属っていうのを混ぜて作ってますっていうことなんですね。それじゃあ実際につけていきたいと思います。はい、実際につけてみました。どうですか？結構存在感がありますよね。まあこのままでもすっごいいいですし、キャップとか被ってもすごく似合うと思うんですよね。で、まあ、有名人の方も本当にたくさんつけられています。調べていただくと、もうたくさんの方いっぱい出てくるんで、これらの方のスタイリングを真似していただくと、間違いなく自分に合ったスタイリング方法っていうのは見つけられるかなと思うので、ぜひ試していただければ嬉しいです。最後、購入方法なんですけど、オンラインサイトがあるのでオンラインサイトの方で購入していただければ問題ありません。オンラインだと種類もたくさんありますし、色もたくさんありますので、自分で見ていただいて気に入るものを一つ見つけていただけたら嬉しいです。てな形で今日はこの辺りで終わりになっちゃうんですが、このチャンネルリアルディールでは日々の生活や植物、ファッションについて動画を毎日更新しております。少しでも良かったなと思ったり、楽しかった、何でもいいです。そう思ってもらった方、高評価もしくはチャンネル登録含めコメントなどもよろしくお願いいたします。皆さんからのコメント待っております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。